有馬と用事は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将、大名。丹波国福地山藩主、の地畜五国久留米藩の初代藩主。久留米藩有馬家二代。永禄十二年、摂津有馬氏の一族である、有馬の利友の次男として、有馬国幹の三津田城にて誕生した。摂津有馬氏は、赤松氏の所流で、有馬赤松家ともいい。 室町時代に、摂津国有馬軍を本拠としたことから有馬を名字とした一族である。豊か市の家は、この摂津有馬市の一族で、祖父である有馬重則が幹に進出した。また、重則の性質は、室町幕府官僚の細川慶長屋の出身であり、豊氏は細川住本の孫にあたるという名門の血筋である。豊氏は、正倉より父に従って、 各地を転戦したが、有馬家には、兄で、次期当主、即死がいたので、姉婿にあたる大名、渡瀬茂戦に仕え、家老を務めた。天正20年の豊臣氏による、朝鮮出兵に際しては、兵200を率いて、名古屋城に参陣している。文禄4年、渡瀬茂戦が、秀寺事件に連座して改役された上に、切腹させられると、 豊臣秀吉の命によりその所領徒化心をすべて引き継ぎ、とうとう御国横須賀三万国の大名として、秀吉に仕えることとなった。秀吉死後は、父の森友と共に、徳川家康に接近し、慶長四年正月には、家康の命により淀城の守備に当たっている。徳川家の乙義衆として封され、慶長五年六月には、家康の幼女、蓮姫をめとった。 同年9月の関ヶ原の戦いでは東軍に組みし、美濃国義伏白攻めや関ヶ原本戦で後ろ備えを務めた。有馬府市の功績に対して、同年12月、家康は、父、則友には、有馬家の発祥地である、有馬軍三た二万国の治療を許し、豊か市を三院の丹波福知山六万国に、家造の上転保とした。直後の慶長七年に、父が死去すると、 その医療、三谷二万国も継承し、八万国の大名となった。豊氏寺は、初代福知山藩主として、福知山の町を築いたことで知られる。慶長19年からの大阪の人においても、徳川方として参戦して、功を挙げた。元那6年12月8日、畜後久留米に21万国に数を転望され、国持ち大名となった。元年月日、 クルメに入部した。前藩主、田中市の統治の際に、市場の一つであった、クルメ城は一国一条例により破却されており、豊富寺は、クルメ城の集築や、城下町の整備を進めながら、両国経営を開始する。クルメ城集築に際しては、江ノ木津城、福島城など、廃城の資材が転用された。また、同年には、丹波福知山の随岩寺をクルメに移し、 バイリンジを混流している。寒栄14年11月に、島原の乱が勃発すると、豊曜は当時江戸にあり、老齢であったが自ら、島原まで出陣している。島原の乱では、久留米藩から6304人が出陣しており、戦死173人、手追い1412人を出している。寒栄19年うる9月29日、74歳で死去。あと、 長男、忠頼が継いだ。豊か市の死後、近畿の2名が殉死しており、後に豊か市の病の傍らに葬られている。明治10年に、篠山神社が創建されると、豊か氏も祀られた。日付イコール明治4年までは旧暦。ありがとうございます。